今回は豪華に見えるジャガイモを使った海の幸の炒め巣ごもり仕立ての作り方を紹介します。ジャガイモは鳥の巣のような器にして中に豪華な炒め物を入れた料理です。宴会料理やパーティーの演出として使われています。それでは作っていきましょう。じゃがいもはスライサーを使って細く切る。均等な細さにするので道具を使います。水につけてでんぷん質を洗い流す。しっかり水を切っておきます。材料を揃えます。エビ、イカ、ホタテと彩り野菜を用意しました。合わせ調味料を用意します。材料の味を生かして薄味にします。じゃがいもの器を作ります。ざるを油に入れ、なじませます。じゃがいもに片栗粉をまぶします。表面に薄くつくようにまぶしていきましょう。ざるにじゃがいもを同じ厚さになるように引き詰めていきます。じゃがいもを揚げていきます。ザルごと油に落としていき、その上から他のザルで押さえていきます。ある程度固まってきたら上のザルを外してさらにお玉で押さえていきます。ザルをひっくり返して箸で押して外していきます。春雨を揚げていきます。皿の上に揚げた春雨を引き、その上にじゃがいもを乗せます。エビ、イカ、ホタテに下味をつけていきます。材料を揚げていきます。エビは水溶き片栗粉と小麦粉で絡めて軽い衣にして揚げていきます。
ホタテとイカも揚げていきます。イカはすぐに硬くなるので短時間で揚げましょう。野菜も揚げていきます。固めの野菜から順番に揚げていきます。ブロッコリーは下茹でしてあるので揚げません。ここから一気に仕上げていきます。生姜を軽く炒め、香りが出たら材料をすべて入れ、紹興酒で香り付けして、合わせたスープを入れて炒めていき、艶と香りのネギ油を入れ、出来上がりです。盛り付けに入ります。じゃがいもの器に材料をバランスよく入れていき、色合いも考えて乗せていきましょう。今回は海の幸の炒め巣ごもり仕立てを作りました。ご家庭ではハードルの高い料理ですが、じゃがいもの器に唐揚げや肉団子を入れたりするのもいいと思います。お子様のお誕生日などにも喜ばれるのではないかと思います。ポイントはじゃがいもを細く切り薄く広げて揚げることです。炒め物は短時間で一気に仕上げることが大切です。このチャンネルでは、これから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。定番料理やまかない料理などを紹介しています。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。